にわっち。今年災害多すぎやろうと若干自然の猛威に引き気味なニワトリには、被災された方々が一日も早くいつも通りの生活に戻れるように願っているにはとともに、次は自分たちの住んでいる場所が被災するかもしれないから日頃から警戒するのが大事にはね、とりま食料の備蓄をしなければ。さて、そんな中でも鶏料理研究所は通常営業をさせていただくには、今回は予告通りリクエストの顔まんがいってのを作っていくには、タイでは顔まんがいって呼ばれてるにはけど、他の国ではハイナンジーファン、海南ケイハン、シンガポールライスって呼ぶっぽいには、漢字で書くとこんな感じ。日本語ではハイナンチキンライス、海南風チキンライスって訳されるらしいにはね。ゆで鶏とそのゆで汁で調理したご飯を皿に盛り付けた料理には、庶民的な定食の一つらしいには。庶民的な定食ということで作り方もシンプルには。材料はこちら。日本の調味料で作ってる時点で日本風なので、こんなの顔まんがいじゃないって意見は受け付けないには。さて、それでは作っていくには、まずジャスミンライスを軽く洗って水を切り鍋に入れるには、今回はゆとり法じゃなくて普通に炊くんごよ。水を 400ml 入れて、かっこもうちょっと少なくてもいいかも。これらを入れてよく混ぜて溶かすには、で鶏もも肉を1枚入れて、長ネギの青い部分を入れて炊飯するには、炊飯の方法は普通の鍋炊飯でいいには、沸騰するまで強火、沸騰したら中火、水が減って泡立たなくなってきたら弱火、チリチリ音がしだしたら強火を5秒ぐらいして火を止め、30分ぐらい放置して蒸らすには、その間にタレを作るにはね、これらを混ぜたタレに長ネギの白い部分のみじん切りを大さじ1杯入れるだけには。さて、炊けて蒸らしも終わったので御開帳。炊いてる最中も鶏のいい匂いがしてたには、お米が鶏のエキスを十分に吸ってるにはね、ジャスミンライスだけどちょっとしっとりめになったには、というか言ってしまえばこれは炊き込みご飯にはね。青ネギは取り出して、鶏肉は切るのでまな板に。さて、問題の盛り付けタイムには、よそって固めてそい、ご飯のお山の完成。タレの入った皿と肉を切ってのせて、彩りも気にして苦し紛れのきゅうりを、ごまとかのせたらどうやろう。本当はトマトとかものせる予定だったけど、1個170円ぐらいだったからやめたんごよ。ま、これで顔まんがいの完成。には、見た目なんかより肝心のお味は、ふむふむ、ご飯単体だとかなり薄味にはね。でも鶏肉にタレをつけて食べるとバッチリちょうどいいには。そのうち米にタレが染みてきて、それもまたグッと美味しいにはね。なるには、作り方も簡単だし悪くないにはね。庶民の定食に外れなしには。さて、次回はジャスミンライスを使ってチャーハンを作ってみるのかね。地味にジャスミンライスを取り寄せてから一番作るの楽しみな料理には。それでは、ニワとの触れ合いコーナーへ GO! 大阪の方は大変だったにはね。美少女は安全な場所に避難して、しこたま動画を作り始めたんや。あー、早く米だらけになりてえぜ。これはホワイト企業。ということは1キロぐらいだと思ったには、取り寄せとなるといっぱい買った方がお得な気がして、ついね、5キロを2袋には、割と苦じゃないにはね。こま、貴重なタンパク源には、かっこ棒読み。小学校高学年の頃に土曜が休みになったにはね。そら生産してる人たちにとってみたら高いだろうけど、
普通の日本米でもスーパーとかだとこれぐらいにはよ。安すぎ。そうでもなかったにはね。米2袋頼んだらザーサイも2パックついてきたんごね。世界的 VTuber になるには、今回は簡単な方法だったみたいにはね。はい、ライターと霧吹き使って窓割る空き巣の話を今でも覚えてるには、編集中に気づいて面倒だったにはよ。もう何度言わせる気には、耳の穴かっぽじってよく聞くにはよ。いいには、ホーロー鍋の底がホーロホロ。あんまり豆腐単品だと好きじゃないにはよね。しんたと豆缶。嘘には、ところてんにはね、豆缶はわからないには。でも美味しい缶詰ってそれなりに高くない？確かにキノコは低カロリーにはね。言われてみれば、グエーにはおセクハラで訴えないで。支援してもらえると嬉しいけど、支援止めるのに後ろめたさは感じなくていいにはよ。支援止めたからってにはの態度が変わったりもしないし、出入り自由には。でも名前載せてほしくないときは先に言ってくれれば載せないにはよ。さて、ここからは鶏食堂の方のコメントもこっちで返すには。胃が痛いにはね。お待たせして申し訳なっす。割と赤い方が人気にはね。4コマでは左で書いちゃったには。2話は完成された造形美だから。2話はオワコン。早く2話に詳しくならないとクラスで話が合わなくなっちゃうにはよ。うざかわキャラやぞ。それともくっそ謙遜しまくるニワトリの方がええのか。もう少し、もう少しには。はい、そういえばそんな話も聞いたことがあるにはね。大は小を兼ねるにはね。でも中華鍋は育てる気がないからガシガシ洗ってるんもんね。なんか黒っぽくなるにはよね。ああ、だから話して入れるには、意味わかんなかったけどレシピに書いてあったからやっただけには。それも諸説あるみたいにはよ。え、うせやろ。でも生声ダメな人はこっち見てないにはよね。なかなかうまいこと言ったにはね。山田くん、座布団3枚あげて。肉じゃがにネギってなんかイメージが湧かなかったんごんね。どもじでそんなこと言うの。にわん。あらあら、すごく偉そうにわね。漫画の方は平和なのでセーフ。あんなんギャグやん。何のために研究所が存在してると思ってるにわん。料理に特化したのが研究所で、漫画に特化したのが4コマだぞ。迷子にならないために前回の動画投稿したんにわけどね。まるで今現在は稼げてるみたいな言い方にはね。それに趣味で動画なんてやる気ないには、こんな時間かかるのに。サンジョちゃんは元から板だぞ。生物だぞ。そうには、料理動画は研究所。人見知りに即売会とかつらいんごよ。一理ある。はい、こまま一人では生きにくいから二人なら。そういうわけじゃなくて、研究所でも散々料理作ってレパートリー増えてるし、あとあれ地味に書き換えるの面倒だったにはよ。書くスペースもパンパンで。正直忘れてました、過去白目。ピクシブファンボックスで支援してくれているスポンサーの皆様、前回の動画を宣伝してくれた方々にはありがとうにわっち。
それじゃあ今回はこの辺で。バイバーイ。には。